します。お願いします。ねえ、やっぱりね、こうやってね、皆さんの目の前でやると、はい、何年経っても緊張したりとかするんですよ。いや、本当にね、緊張するんだよ。緊張するんですよね。いや、緊張するんですよ。緊張する。やっぱりね。あ、うちのコロスケが緊張。双子だから両方で緊張してもたー。こうなったらあるあるさんとこの探検隊をやるしかない。じゃあ行きますよ。ドゥビドゥビドゥバドゥビ、はい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 、あるある探検隊、あるある探検隊。いやーね、ありがとうございます。というわけでございまして、我々双子なので、双子のやっぱりあるあるをね、どんどんやっていきたいなというふうに思っております。やっていきましょう。はい、うん、これはコピペです。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ行くで。彼女のタイプがよく似てる。はい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 、あらたけたい、あらたけたい。あーね、汗田クローバーでやっぱ見れると思わないからね。見れると思わないからね。私を差し合った時でもよくね、声がね、合うっていうね。じゃあ次はですね、双子を育児しているお母さんあるある、これ行きましょうよ。あ、あるあるね。そう、行こうね。はい、じゃあ行きますよ。うん、ちょっと詰めて。いいよ、詰めてるよ。いや、詰めて。詰めてるよ。詰めて。詰めてるよ。じゃあ、いいよ。双子の大変さは2倍と言うけど、本当はもっと何倍大変。うん、はい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 。あらたけたい、あらたけたい。無事に決まりましたけど、ちょっと長くなかった。あ、そうですか。うん、じゃあ続いては双子の、所属している野球部あるある、うん、これ行きましょうか。まあね、我々何と言ってもね、少年野球やってましたから。少年野球2人でやってました、ね。うん、じゃあその思い出とかをね、うん、ちょっとリメンバーしながらやっていきたいと思いますね。まあいいや、詰めても緊張してくるからさ、うん、ね。じゃあ行くで。大体ポジションレフト&ライト。はい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 、はい、あらら探検隊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 。皆さんももしよかったらやってもいいですよ。じゃあ最後はですね、究極のもうあるある、もうこれでもう締めましょう。ほう、締めましょう。どうしたんだこんなに明るくやってんだから、あなたも明るくやんなきゃダメでしょ。なんでここ究極のあるある、究極でやりましょうよ、ほんとね。おう、じゃあ行くで、うん、出身地も誕生日も同じだよ、当たり前体操。変わってんじゃねえか。どうもありがとうございました。